皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今回も楽しんで iPad で描く背景イラストをやっていきたいと思います。このチャンネルでは iPad を使っていろいろ背景イラストだったり小物イラストを描く方法を投稿していますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回はですね、前回最後に言っていた通り、こういう感じの前回タッチをですね、おすすめのブラシをいろいろ紹介したんですが、このサラマンカとかですね、とかガッシュとかいろいろ紹介したんですが、その手書き風のペンを使ってブラシを使ってですね、初中見舞い用のようなイラスト、こういう可愛い系のイラストですね、手書き味ある感じのイラストを描いていき方も紹介していきたいと思います。前回紹介したブラシを使えばですね、かなり簡単にこういった手書き風のイラストを1枚絵のようなものを描くことができますので、ぜひチャレンジしてみてください。今回はですね、もうラフは一応用意してあるので、このかき氷をちょっとね、描いていきたいと思います。で、かき氷なんですが、今回は、なんとなくこのイメージで描いていきますが、最初いろいろネットなどで調べています。で、それを元に、もうあとはイメージで描いていくんですが、調べるときにですね、例えばこのスライドビューとか、あとスプリットビューとかですね、iPad は結構こう、デュアルディスプレイ、2つディスプレイを用意することができたりするので、それでこの確認しながら書いていく方が楽だと思います。あとはここに資料として貼ったりですね。前々回の動画で僕がやっていたようにですね、ここにこう、フリー素材とか、で、自分で使うんだったらこの参考の資料を貼ったりするのがかなり有効になりますが、今回はですね、いろいろ Google を打つのも、なので、画面が狭くなるんでね。今回はもう、各自、皆さん書くときにいろいろ調べてもらうということで、今回はもうこういう完成図をイメージしながら塗っていきたいと思います。さあ、塗っていき方ですが、まずは、ラフのレイヤーの下にですね、ラフはもうちょっと薄くしますね。ちょっと薄くしたら見づらくなるかもしれませんが、薄くして、レイヤーをプラスして描いていきます。で、まずですね、奥の方から描いていくんですが、奥の方というと、この場合、この背景ですね。今回の背景は、テーブルとその奥にちょっと緑が乗ってる感じになりますので、それをちょっと描いていきます。で、奥はですね、今回は、サラマンカで描いていこうかなと思います。ですね、サラマンカ。で、サラマンカは、前回描いたように、こう見えるかな。こういう感じですね。ちょっと布っぽい生地というようなタッチを描くことができるので、ちょっとテーブルクロスとか、ランチョンマットのようなイメージで描いていくことができます。で、描き方なんですが、今回はもうサラマンカのタッチをそのまま使うので、もうこうやってバーって塗っていって以上って感じになります。本当にこれだけで大丈夫です。あとは少しだけですね。少しだけ、ちょっと色を足したり、ちょっと黒いのを軽く、透明度を落として、黒っぽいのをちょっと入れてあげたりとかですね。すると、ちょっと雰囲気が良くなるかなと。このタッチが入るんで、わかりますかね？こういう木っぽいタッチがね、入るんで、こういうのを何回かこう、シャッシャッと。やるだけで、それっぽい感じのテーブルクロスのような感じが出来上がります。サラマンカは非常に便利ですね。こういうのを描くときに。あとは、ここのいらない部分は、こうやって消してあげて、で、いる部分で描き忘れている部分とかは、ちょっと追加でね、描いていってあげましょう。よいしょ。こんな感じで。あんまり神経質にならなくていいです。奥の方はもう、主役は今回は、こっちのかき氷なので、この背景の方はもうサブということで、あまり気にせずに描いてみてください。で、奥の方なんですが、今回は緑を描いていくんですが、縁側とかで、ね、このかき氷を食べたりするとか、そういう時のイメージして、涼しげな感じの緑を置いていきたいと思います。で、その場合ですね、まず緑をバーッと置いていってあげる。で、その後に、いろいろですね、庭もいろんな草木があって、こう茶色い、ちょっと枯れてるやつだったり、あとはすごい緑々した、黄緑系のですね、緑だったりするのがあるので、まあいろんな色をこうやって置いていってあげます。で、先ほども言いましたが、背景なんでね、そんなに気にしないで大丈夫です。もう色をこうやって混ぜていく感じ。何種類も色があるんだよ。で、まあ影になってる部分なんかもね、あるので、こういう感じで、タッチわかりますかね？こうトントントンって置いてる感じです。多分カッ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 って音がすると思いますが、これは iPad をね、カッカッ叩いてる音になります。で、あとは光が入ってる部分とかはこうやって、光をね、入れていってあげます。あとは透明度をここですね、ここを下げながら、こうやっていろいろ描いていってあげましょう。じゃあちょっと描いていきます。こんな感じで、カツ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 。ちょっと画面がね、揺れてるかもしれませんが。はい、大体ですね、これぐらいで、終わりでいいかなと思います。もう結構もうバンバンバンって色をね、置いていくだけだったと思いますんで、まあそんなに難しい、こう、気にしすぎないでいいです。もう色をね、タン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 って置いていけばそれでいいです。で、今回は奥の方にちょっと、障子みたいな、ちょっとね、木の棒を描こうかなと思いますんで、まあそれを最後に足して、こんな感じですね。足してあげて、まあ、ちょっと開いてるんだよっていうぐらいですね。軽く黒い影を入れて、ちょっと濃いすぎるかもしれないです。入れて、ちょっとだけ光を入れて、まあ、こんな感じで、よいしょ、取ってあげると、まあ、奥の方にね、何かあるんだなっていうのが分かりやすいですね。で、あとは、ここに、ちょっと障子の薄い紙を、もうちょっと薄くていいかな。入れて、柔らかくですね、してあげれば。まあ、すりガラスでもいいですね。というような感じで描いてあげます。あとはいらないところは、消していくんですが、まあ、そこまで気にしなくてもいいかな。さあ、これで終わりではなく、最後にですね、ここの端っこに、白で、こっちのレイヤーに、まあ、白っぽい色をこうやって入れてあげると、まあ、外からの光が表現できるので、まあ、こんな感じで入れてあげると、いい感じですね。これで背景が完成。で、ラップを消すとこんな感じになります。さあ、そして次中身を描いていくんですが、まあ、ここの中身ですね。基本的には、白なんですね。まあ、ちょっと使わないって言ったけど、ちょっとこのサイドビュー見てみましょう。スライドビューか。ね、こういうのでいろいろ調べたらわかると思うんですが、結構白いですよね。白い上に、赤で。かき氷が乗っかってるような、蜜がですね、乗っかってるような感じになります。なので、そんな感じで、おのおのですね、皆さん調べた資料を見ながら、まずは、白を塗っていってあげるんですが、ちょっとここでブラシを、ペイントのサラマンカじゃなくて、同じペイントの、ガッシュ。よく僕が好きで使ってるブラシなんですが、まあ、これはね、こういう、まあ、前回の動画を見れば、もうちょっとわかるかなと思いますが、手書き風のタッチを書くことに長けてます。なので、これで、手書き風で書くと何がいいかというと、氷の、かき氷のザクザク感とかですね、を表現しやすいです。なので、これでこういう感じで、あとは、かき氷の、この枠を取っていってあげて、もうこの下までですね、取っていってあげます。あんまりこう綺麗に、綺麗に沿わなくていいですね。この、なんとなくのこの形だけ守ってあげれば、それで十分綺麗になりますんで。で、レイヤーを分けるのは忘れずにお願いします。で、レイヤーを分けて、こんな感じで、書いていってあげると、もう正直それで終わりなんですよね。これだけでかき氷が出来上がりです。みたいな感じになります。グラフを消してみましょう。こんな感じで。ね、なんか可愛い綿毛ができましたね。で、その可愛い綿毛ができて、それの上に蜜をね、入れていってあげましょう。蜜も同じです。このまま、こう塗っていってあげて、でですね、できるだけこう、大きい部分は一筆書きで書くようにしてください。ちょっと塗り残しは全然いいです。こんな感じで。で、なぜかというと、もう一回塗ると濃いくなるんですね。わかるかな？こう濃いくなっていくので、大きい面はできるだけ一筆書きで書いて、その後影の部分とかをこうやって入れていってあげると、いい感じになりますんで。で、あとはちょっとここの先の下の方とかに垂れた部分とかも、こうやって書いていってあげると。で、この氷を描くのも、この蜜を描くのも、結構でっかいストロークでこう描いてたと思うんですが、あんまりですね、細かくこういうイラストは描かない方がいいです。描かない方がいいというか、そういうイラストもあるんですが、今回の僕のやり方だとですね、もう大きいストロークでこうやって一気に描いていってあげましょう。で、あとはここの白い部分を、こうやってスポイトで取って、上の方にこうやって塗っていってあげて、色の調整をしていってあげる。これでね、なんとなく、かき氷っぽいのができたのではないでしょうか。あとはここの下の影の部分なんですが、これはね、ちょっと見にくいかもしれないですね。ちょっと見にくいかもしれませんが、よいしょ。この辺の色ですね。を取って、こうやって塗っていってあげたりとすると、影の色がですね、綺麗になっていきます。で、影だからといって、この黒で乗せてしまうと、美味しくなさそうになっちゃうんですね。なので、影の色も今回はこのピンク、このイチゴの蜜の色をかけていってあげます。で、あとは中腹の方にもこう垂れてるものがあったりとか、あとはこのお皿の下ですね。お皿の下も、皿の下にもこうやって蜜が垂れていく、垂れてというか溜まっていくので、そこは薄くこう描いていってあげましょう。もうね、最後の方はすっごい甘くなりますよね。かき氷を描いてるとかき氷が食べたくなりますが、今年はなかなかね、そういう外に出る機会がないので、残念だなと思いつつ、進めていきましょう。さあ、これで、かき氷のね、基本的な、もうメインはおしまいになります。さあ、なんとなくかき氷に見えるかな？大丈夫かな？で、最後に、ここにですね、レイヤー分けてもいいし、分けなくてもいいです。今回は、分けていきましょうか。分けて、ここにお椀を描いていってあげるんですが、光が当たって透明のものは、アイコン的にはちょっと青みがかって、反射していくので、青で描いてあげましょう。本当は透明とか、あとはここの、この蜜の色が跳ね返ってきたりするので、青じゃなくてもね、全然構わないです。透明感出しやすいとか、イメージが、こう青いイメージの方がね、つきやすいんで、今回は勝手に青のイメージで描いてますが、この辺は皆さん用意した資料を元に書いてみてください。さあ、こんな感じで輪郭を書いて、で、輪郭を書いた後はちょっと透明度を落として、この窓の部分、窓というかガラスの部分をこう書いていってあげます。で、今回タッチはこう上から下にこういう感じで書いてます。で、そこで書いて、その後にあとは白い、また色を用意してあげて、この角ですね。上の方とか。この部分とですね、この辺、わかりますか？この縁の部分をですね、こうやって持っていってあげて、白く描いていってあげると、いい感じに反射してくれます。あとはこの、なんて言うんだろう、この、器と、この氷山の間ですね。ここはちょっと暗くなるので、これはもう器のちょっと暗めの色とかを入れてあげたりしたり、ちょっと暗すぎですね。で、できるだけ美味しくなるように、美味しくないような見え方にならないようですね。ここの影も、例えばここのピンクを結構強めに持ってきてあげたりとかしても、整合性は取れますんで、こんな感じね。まあ、自由にね、色を乗っけていってください。こんな感じでちょっと厚みが出たんじゃないでしょうか。さあ、で、最後に、ここの下の、このテーブルですね。テーブルの部分の色を吸い取ってあげて、ちょっと薄めに、ここにこう塗っていってあげると、まあ、反射光っていうんですけど、まあ、ここ反射した色がですね、乗ってますかね乗っていって、ここにね、反射したところをこうやって乗せていってあげて、で、より自然な感じにね、仕上がります。で、そこまでいくと、あとは、レイヤー足してもいいし、足さなくても、これ一緒ですね。足してもいいし、足さなくてもいいんですが、同じレイヤーでもね、いいんですが、まあ、今回レイヤーを足して、乗算というモードにしていきます。乗算じゃない場合は、普通の、濃い色でね、塗っていくといいんですが、まあ、乗算にして、ここと同じ色を取ってあげると、こんな感じで同じ色なんですが、まあ、濃ゆくなると思ってください。なので、ここの下に、ちょっと薄めに影を持ってきてあげて、あっちから当たってるってことにしましょう。ね、こうやって。で、あとは、まあ、いらない影の部分はこう消してあげて、で、影の色は調整してあげて、まあ、こんな感じになりました。あとはここの最後にスプーンを、まあ、手で食えないんでね、スプーンを追加してあげて、終わりになります。じゃあちょっと最後、スプーンを描いていきますが、何色にしようかな。こんな感じで楽である程度形を整えてあげていると簡単に描くことができるんで、最初にこういろいろ、僕もこれ今回資料をいろいろ見ながら描いたりした、最初楽を描いたんですが、楽を描く時点でいろいろ調べてみてください。で、それでですね、いい感じの自分のこう描きたいような、かき氷だったり、かき氷じゃなかったとしてもですね、いうのを見つけてあげて、で、それを描いていく。まあ、最初の資料集めとか、楽の段階っていうのが実は一番大事だったりするんですね。その時点でこう、どういう作りになってるのか、この自分が描きたいやつがどういう作りになってるのかとかを、ちゃんとイメージしながら、まあ、意識しながら描いてあげると、それっぽい感じに仕上がります。まあ、こんな感じですかね。こんな感じで。あとはここにまた同じように影をのっけてあげて、よいしょ。こんな感じ。あ、これで、ね、完成になります。あとはもうここ横周りが汚いので、まあ、汚いというか塗り残しがあるので、まあ、塗り残しも消してあげましょうか。塗り残しを消す場合は、選択ツールで選択して、反転というものを押して、僕の場合はこうやって消しゴムで一個一個消してますが、レイヤーがね、多くなるとちょっと大変なんですが、こんな感じで消してます。今回はちょっと縦長の感じになりましたが、ちょっと縦横も消しますか。で、あとは、よいしょ、グループに入れて、まあ、グループ自体をちょっと移動してあげようかな。と、こんな感じで仕上がりになります。最後に、まあ、サインをね、入れてあげましょう。自分のイラストを描いた後はですね、自分のイラストだよっていうことでサインとかを入れてあげると、いい感じになりますので、何かね、そういうのがあるといい感じに見えます。完成度がね、上がりますので、僕の場合はこのアリムシ君ですね。こんな感じになりました。で、これ以上完成度を上げたい場合はなんですが、まあ、プラスして、レイヤーをプラスしてあげて、この奥の部分とかの、この草のところですね。外のところのレイヤーにレイヤーを足して、マスクをクリップしてあげて、で、ここにですね、こんな感じですね、色をちょっと置いていってあげたりすると、まあ、色作りがね、しやすくなるんで、こんな感じでちょっと青っぽい色と黄色っぽい色を置いてあげて、あとはこれを、まあ、スクリーンとかね、してあげると分かりますかね。こんな感じでちょっと明るくなったのが分かるでしょうか。こう色の雰囲気がね、ちょっと変わりましたね。あとはここを、ちょっとふんわり消してあげたりすると、これも消すときに、ちょっと面白いブラシとかで消してあげると、雰囲気が出るんで、こういう感じで消してあげて、で、雰囲気を出してあげましょう。で、あとはここの下の方も今ペタッとしてるんで、さらに完成度を上げたい場合は、ちょっとここの周りのところに影っぽい感じでこう入れてあげたりすると、こんな感じですかね。じゃあここにこう集まっていくんでね、いい感じになるんじゃないでしょうかという感じになります。さあいかがだったでしょうか。今回書いていったのは、まあ、書き方としては一個一個ちょっと見ていきましょうか。まずラフを書いてあげます。まあ、そしてどういう雰囲気にしようか。まあ、この中身だけでもいいんですが、今回はまあこういう白い物体がメインだったので、まず背景を書いてあげます。こんな感じですね。まあ、どこに置いてあるのかを考えながら背景を書いてあげる。そして、オブジェクト、まあ、でっかい部分を書いて、まあ、奥から書いて、まあ、奥から書いた後に次に大きいものを書いて、で、器を足してあげて、こんな感じですね。で、影を描いて、で、スプーンを描いて、で、サインを描いたと。で、あとは、この暗い部分とか明るい部分を入れて、終了という感じになりました。まあ、こんな感じで、結構簡単にね、描いてたような感じに見受けられたと思いますが、実際簡単に描けます。前回紹介したブラシ、今回はペイントのサラマンカとガッシュっていうのを紹介し、使ったんですが、まあ、その2個を使うと、もう、この下の部分とかですね、布っぽいタッチになってますが、もうこう、パパッと引いただけでそのタッチが出るので、かなり簡単に描くことができます。こういう手書き風のイラストとかですね、描く場合は重宝できますので、ぜひ使ってみてください。あとはガッシュとかですね。こういう小物とかいろいろ描くとすごい楽しいのでね、おすすめになります。ぜひぜひいろいろ描いて、ね、涼しいものを描いて、進んでいきましょう。さあ、最後までご覧いただきありがとうございました。今回は手書き風イラストのこういう初中見舞いのようなイラストの描き方になりました。次回はですね、またちょっとパースに戻って、一点投資のパースは一応全部やったんですが、一点投資のパースの応用を説明しようかなと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。